はい、皆さんこんにちは、トムです。というわけで今回なんですけども、東京服巡り行きたいと思います。東京服巡りはね、僕の動画の中でも結構人気の企画で、まあ、前回の下北とかね、15万再生とか行ったりしたんですけども、まあ人気企画なんでね、たくさんね、やりたいということで、今日はね、東京に行きたいと思います。で、今日どこに行くかというと、原宿にね、行こうかなと思いますので、とりあえずね、今から着替えていきます。で、今の時刻がですね、こちら、8時52分というわけで、25分の電車に、ね、乗らないといけないんで、急いで着替えます。服選んでいきたいと思います。今日10度前後ぐらいなんで、着ていく服装としては、とりあえず、T シャツ着ますか。ヒートデックの上に T シャツ。で、今日はね、これを着たいんだけど、ちょっとこれ着すぎてるところもあるんで、今日は久しぶりにこれ着ますか。ラルフローレンのレザージャケット。で、パンツはね、シルバータブに合わせてみますか。最近なんか、こういう淡い系の色好きなんだよね。これに合わせていきます。で、まあ、バッグはね、ちょっとこれでいきたいと思います。全然ね、このバッグ使ってなかったんですけど、オールドコーチのバッグですね。今から着替えていきます。これね、鏡越しで撮れるっていう。寒いんだけどちょっと。けど朝こんぐらいの寒さなら、ちょっとね、今日寒いんで、スウェットパンツそのまま着ます。久しぶりにシルバータブ履くな。ベルトも履きます。で、今日のね、服巡りのテーマとしては、原宿巡りを行きたいんですけど、できたらね、動画2本ぐらい撮りたいなと思って、前回の動画ね、1時間ぐらいの動画だったと思うんですけど、あれでも結構カットしてしまったんですよ。だから、目標は2本撮っていきたいなっていう。原宿ともう1個巡りたいみたいなのが、今回の動画のイメージなんですけど。原宿はね、マジで古着屋とか結構たくさんあるんですよ。で、僕、動画でね、1回ぐらいしか行ったことないんで、行きたい店がね、たくさんあるんですよ。だから、今まで行きたかったところに行けるというわけで、今日は楽しみです。はい。では、服装としては、こんな感じですね。この鏡あると、やっぱ使いやすいよね。全体のさ、シルエットがわかるっていう。はい。こんな感じです。で、履いていく靴なんですけど、これでもいいんだけど、いや、どうしよう。こっちでもいいんだよね。色合い的に。ちょ、こっち履きますか。ちょ、毎回同じ靴ばっかで。ちょっとあれだと思う。これ履きます。はい。というわけでね、今から向かっていきたいと思いますけど、今ね、どこにいるかっていうと、浜松駅でした。ここからね、東京に向かっていきたいと思います。はい。というわけで今ね、東京駅に着いたんですけど、ちょっと待ち合わせしてるんで、その人に会いたいと思います。いました。いました。どうも。こんにちは。ちょっと乗らせてもらいます。いいよ、じゃあこいつね、これというわけでちょっとね、今菅さんと合流したんですけど、今日はですね、原宿にちょっと一緒に古着巡りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。かっこいいですね、この車。かっこいいっしょ。これなんていう車ですか。これはね、イスズの117クーペっていう車で、うん、70年代の車。すごっ。イスズっていいっすよね。神奈川だから出身地ってこと。よくわかりました。そんなこともないです。一目惚れして買った。お、地元レッペン。でもなんかお尻のところにちゃんと当時の横浜のディーラーのステッカーが貼ってあった。いいね。うわ、エンジン音いいね。シャブシャだから。ちょっとカメラ変えます。オーケー。はい。というわけでちょっとカメラをGoProに変えたんですけども、ちょっと今から原宿に一緒に向かっていきたいと思います。うえ、これあれな、マニュアル。マニュアルです。かっこよ。ちゃんとマニュアルです。僕も免許持ってるんで運転できます。マニュアル。うん。あ、そうなの。うん。意外。やっぱ男はマニュアルでしょ。いや、間違いない。危機感持った方がいいですよ。で、今日行くところ原宿なんですけど、どうですか。原宿はどうですか。原宿は楽しいよ。原宿行ったことある。1回だけあります。1回しか行ったことない。前一緒に行ったじゃないですか。それだけです。原宿結構たくさんありますよね。僕、まあ、何でもあるね。僕インスタで見たとき結構行きたいところたくさんあって まとめてきたんですよ。言いますよ今から、はい、僕が行きたいところもう全部言いますね。最初にプルーブ、ビグスティ、ベルベル人、シカスト、ワッツアップ、カウンター、ペンギントリッパー、ステップアヘッド。ステップか。どうすか。いいんじゃない。そこら辺に行ってちょっと撮影できたら撮影しようかなっていう感じです。あ、じゃあ菅さんの紹介してないわ。菅さんはあの古着屋店員の人ですね。古着屋店員です、はい。まあ、正確に言うと、まあ、アメリカのインポート屋。どうですか、あの動画上がってから、前回の動画上がってから来ました。あ、結構見てきましたって人が。めっちゃ伸びましたよ前回の動画。あ、マジ。あ、何再生。15万再生いってます。すごいね。今日のこの動画は多分10万再生いきますよ。本当に。うん。あ、あれ国会議事堂じゃない。そうだよ。はい。というわけで、まあ、とりあえずね、原宿着くまで飛ばしたいと思います。
はい、というわけで原宿にね着きました。というわけで今からね巡っていきたいと思うんですけど、あと一人ねメンバーがいるんで、もうわかるだろう見てる人その人にね会いに行きたいと思います。よしこんにちは。こんにちは。こんにちは。 We are Team 48 若葉です。よろしくお願いします。誰も拾えんの志賀くんですね、DJ の。よろしくお願いします。DJ 志賀。なんか髪の毛かっこいいですね。ありがとうございます。寝起き？寝起きじゃないです。卒アルのもこみちみたいな。違います。というわけでね、はい、ちょっと今から原宿をみんなで巡っていきたいと思います。はい。風が強すぎてね、何喋ってるか分かんなかったんで、アフレコで補足しますね。で、まあ本日はね、原宿の古着屋を10店舗ぐらい巡ります。まあところどころ撮影したりとか、まあ行った店は動画で言ったりとかするんで、まあ結構面白い動画になると思います。でまあちなみにマップを解説すると、現在がここ表参道あたりで、でまあこの裏原エリア、まあ、トンチャン通りとかキャットストリートとかがあるところに向かっているっていう感じです。まあ原宿はね、大体ここに古着屋が固まってるイメージなんで、まあここら辺行けば古着はね、1日ぐらい費やせるかなって思います。まあ大体の人はね、電車で行くと思うんで、原宿駅降りて、竹下通り下って、トンチャン通り上がって、キャットストリート降りるみたいな。まあそれが結構王道ルートじゃないかなって思います。まあみんなが服巡る時の参考になれば嬉しいです。はい。あとチャンネル登録してください。はい。というわけで動画の続きね、たくさん服巡っていくんで、ぜひ楽しんでくれると嬉しいなと思います。では、続きをどうぞ。なんかごめんさ、ペンギンなんとかっていうさ、うん、オールドスチューシーめっちゃ置いてる古着屋ある。あそこいいっすよね。あ、行ったことある？あのネットで見たことあります。ペンギントリッパーっすよね。あ、そうそうそう、行ったら見る。行きたいっすね、あそこ。あ、これだ。さあ、ここに入っていきたいと思います。はい、今ペンギントリッパーに行ってきました。はい、ちょっとストゥーシーが多い感じのお店でしたね。とりあえずね、たくさん見ていきたいですよね。いいな、あったら買います。 せっかく原宿なんで、ちょっとピグスティーに今から行きます。はい、というわけでこちらですね、ピグスティーの店舗、菅さんのね知り合いがいて撮影できるというわけで、ありがとうございます。というわけでちょっとピグスティー入っていきたいと思います。お願いします。失礼します。失礼します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここの店はどういうお店なんですか？ここはまあアメカジメインでやってて、レギュラーから結構スペシャルなヴィンテージまで置いてるんで、誰来ても楽しめる店内にはなってると思います。ありがとうございます。はい、ゆっくり見てってください。はい、じゃあ一緒に見ていきますか。ロンティーの季節ですよ。まあそうっすよね、うん、結構今あったかい時期と寒い時期と。え、めっちゃかっこいいよ。これアーミーって本物のアーミーなんですか？あ、そう、多分これそのトレーニングのやつ。へえ、めっちゃかっこいいぞ。ここなんか今日買えそうですね。やばいよ、うん、本当に。ここら辺はジャケット系。やばい。ミニとかパトロンタイプだ。パトいいっすよね。最近僕パタゴニア結構気に入ってますよ。わ、スティープテックじゃないですか。やばくねこれ。ナインティーズ？スティープテック俺昔持ってた。マジでかっこいい。そうかっこいい。ちょっと僕あの珍しいチャンピオンのリバースリー欲しいです。なんか教えてください。じゃあ軍物のリバースじゃない、軍物のリバースあります？何か新しいのが。ああ、珍しいリバースあります？珍しいリバースだと今だとここら辺がダブルフェイスのリバースとか。でもこの黒のやつかっこよくね。後染めか。そう、後染め。何のやつですか？え、これなんだろう。これチャンピオンの、ね、ランナーズタグのシーナカとか言われてた。あ、なんか60年代のそのタグはチャンピオンのシーンの中で走ってる人の間。ああ、ちょっと見ていいですか？けど年代はそんな古くない。ああ、90年代ぐらいの青タグ。はい。タグでか。バチ着やすそう。めっちゃ結構がっしりしてますね。そう、中もスウェット地になって。え、ほんまよ。染めて、あ、でもこれおもろい。古着じゃないのにポケットついてんの。そうそうそう。一回着てみていいですか？いいですよ。え、これなんかすごいですね、中が二重なんですか？めっちゃ分厚い。そう、二重っていうか両方。普通スウェットって裏が起毛してるんだけど、生地を2枚合わせて両方表面みたいな。へえ、インサイドアウトもできるんですよ。そうそうそう。あ、ほんとだ。あ、できるんだ。違うやつになって。あ、すげえ。これこれいいっすね、なんか面白い。おもろ。22800。ポケットついてるの前に。おもろい。どうすか？バカみたい。おお着ると結構丸っこいシルエット。かわいいです。おお、なるほど。ポケットついてる。おもろいね。この白ステッチもいいですよね。うん。すごいね。後染めならでは。
これ後染めなんですか。後染めだからステッチだけ染まらない。ああ、いいシュート。顔これなんかでかくないですか。ね、なんか変だね、これ。おもろいね。後からつけたい。いいけど、いいっすね、これ。ちょっとサイズも珍しいの。うん、珍しいと思う。だいぶ俺は見たことない。リバースビーブではないですね。そうだね、普通の。一回逆で着てみます。はい。え、逆で着るの。そう、インサイドアウト。え、重いトランスフォーマーみたいな。あ、こっちの方が好きかもしれない。あ、かっこいいね。あ、ほんとだ、全然二着分野。すごい。まあね、そう考えたらね、半額半額。じゃあ11440やん。1144。早い計算。すごいんだね。めっちゃ嬉しがってるよね、君。高卒。これとかかっけえけどな、ウエストポイントって書いてる。へぇ、ネイビーとかあるじゃないですか。これもあれですか、海軍のやつですか。そうだね、でもそれはそんな古くないってさっき言ってたけどね。ああ、これついてますもんね。うん、84以降でしたっけ。あ、そうなんだ。トリコタグあたりからっすよ。うん、T シャツ種類あるよ。で、キモいプリントあるよ、これ。セレクトがいいよね。キメー、褒め言葉。何こいつ、どっちが主役の分かんなくなってきた。いや、同じぐらいキモいちゃうね。スリルって書いてある。スリルかっこいいね、でもね。海外とかもあるで。髪の毛変えるとさ、結構ファッション変わってくるよ。わかる。グレートフルデッドじゃないですか。グレートフルデッド全然ロックとか効かないじゃん。やっぱ T シャツも欲しくなりますよね。そうだね、この時期になってくると。なんかかっこいい。メガですか。かっこいい。あ、やっぱシンプルかっこいいです。これドンピシャじゃないですか。かっこいい。志賀くんが来てそう。菅さん、ここら辺なんですか。菅ちゃん最高、ね、ここら辺。ここら辺なんですか。これただのレギュラー、レギュラー。ヴィンテージかもしれない。ヴィンテージ古いの。古い、結構古いよこれ。内タグとかついてないんです。内タグなくなっちゃってる。工場番号2番とかだから、黒缶じゃなくなった後すぐの、うん、あ、黒缶だこれ。70年代だ。赤耳がなんかヴィンテージの最後みたいな印象なんです。そう、66とか。これはそれより後ですか。ちょっと後、だけど黒缶だから結構古い。やば、見て、縦、やばいね、これ。コメント少ない。今の、まあ、見られるよ、俺。これね、あのヘリーハンセンのあの黄色い電気タイプのあのジャケット、めっちゃ気になったんだけど。じゃあ、ちょっと見てみます。プルオーバーなのよ。あ、プルオーバー嫌なの。嫌なんだよ。ほら、ここでね、かっこよくないこれ。プルオーバーいいじゃん。ここで止まってんのよ。ああ。全開したいってことですか。全開したいし、閉じるときは閉じたいんだけど、ちょっと切るときになんか面倒くさい。ガラッと貼りたい。中のリバースもかっこいいけど。なんて書いてある。バンダービビルト。生地なんかすごい紙やすりみたいな生地ある。ここ本当だ。やば、一回着てみます。一回き、じゃあ着たら、着てみます。着たらあの一瞬ビビッとくるかもしれない。そうだね、一瞬ね、うん、一瞬って失礼なこと言ったよ。これ着ていいですか。もちろん、どうぞ。結構なんか今の髪型に合いそう。いや、ベリータイプの服が欲しいんだよ。え、どう。いや、かっこいいよ、ね、鏡見る。でも、かぶりじゃなくて開きがいいんだ。そうなんだよね、開きがね。めっちゃエレブみたいでかっこいいけど、ポケモン。ポケモン。え、気持ちと。ポケモンって言いました。どうです。けど、あんま私学のそういうスタイル見ないですよ。俺好きだけどね。ナイロンジャケットね、持ってないんですよ。あ、うん、ここ開けてもかっこいいしね。これ何？イヤホン系。なんかさ、ワッペンとかなんかつけるやつ、軍物にもあるよ、ね。へ、乳首じゃないの。これ何、なんだこれ。なんかあるよ。ポケット。どっちから入れるポケット？え、あ、違うわ。ベンチレーションだ。ここに。かっこいいな。その髪型にはドンピシャ。うん、かっこいいんやけど、ちょっと でかいっていう印象も。もうちょっと短くて。ちょっとこれ短くしてみようかな。絞ってあげるのはありですか。まあでもありじゃない、スタイルによるよ。あ、後ろいいっすね、黒があって。どんな感じ。後ろ姿かっこいい、ね、12,300円です。もう安いね。
これ安い。今日探してんのは短い感じだ。そうですね、比較的短いやつかな。じゃあいろいろ見ていきますか。かも、あの群物 見ましょうよ。あ、でもあっちにも群物あるけど、俺的にこれ、これ群物っすか。そう、エクワックスのゴアテックスのパーカーなんだけど、これ普段着で着る人かっこいいんだ。デカめに着るのがかっけえ。着るんだったらこっちだ、これ多分。これ第1世代でこっち第2世代で、ここのこの形とかちょっと違うんだ。こっちが俺のおすすめです。じゃあそっち着てみます。あの鴨柄マジで俺も押してるんですよ。あそれもね、鴨だもんね。19%。安い。安い。ヤバレイヤー。やっぱできます。ヤバレイヤーしてる。笑われてる。いや、いいっしょ。じゃあ笑ってないよ。トモヤさ、柄似合うよ絶対。あ、これだけ芯嘘広がってる感じ。わあ、すごい着方。大きい気がするんですけど、でも結構最近デカめに着る人多いです、うん、大きめがかっこいいと思う、うん、なんならそのくらい太いパンツだったらいいサイズ感だ、ね、これどこついてない、うん、ついてないから絞れない。ああ、なるほど。どう、この着丈は初めて。いや、あんま着丈長いの着ないっす。うん、いいじゃん、かっこいいね、首周り。いや、この柄はいいんすけど、うん、ちょっとこの着丈ちょっとなしかな。着丈がね、うん、まだむずいよね。俺もまだむずい。これオレンジのやつなんすか。オレンジのやつってなんですか。オレンジのやつはスチューデントラインとかだっけ。じゃあちょっとあの青年向け、少年向けのやつがオレンジやつ。そんなあるんだ。ちょっと細めのやつ、ね、これは519かな。519ってどういうシルエット。あのね、505とかに近いちょっとテーパーのかかった細めのスリムテーパーってやつ。ため探してる人にはおすすめ。リバースだけど、あれか、リバースじゃない。そう、それね、キャンバーの。キャンバーリバースなんだ。そう、珍しいでしょ。これもやばいね、シルバーさんのボールがちょっとでかいけど、なんかかっこよさそうなのありました。僕行きたいです。ひどいね、あれJ クルーだって。え、なに、全然あれじゃん、ナイロン系かと思ったの。コットン、コットンっていうの。俺、うん、いや、ちょっと着たいですね。J. クルーのその形って基本ハーフジップのツートーンのやつ、はいはいはい、あのスウェットみたい な, なあのナイロンのあのラック。あ、ナイロンもあるんです。ナイロンあのラックは結構有名なんだけど、これフルジップで珍しい。そう、コットンのキャンバス地みたいな。 J. クルーってなんすか。アメカジのブランド。ペンドルトンみたいな感じですか。まあカジュアル服のブランド。うん、でもギャップとかビーンとかそっち系なの。あ、めっちゃ、あ、いいっすね、似合うね。似合う。これなんか古いやつなんですか。ちょっとお高めなんで。90年代とかそのくらい。うわ、めっちゃかっこいいなこれ。いいね。こっち向いてください。超いいよね。おお。と、なんかあれっすね、あのサルベージパーカー。ああ、そうだね、色も相まってそう見えると。なんかサルベージパーカーって。俺も初めて聞いた。アメリカ海軍の昔のなんか白いパーカーがあって、うん、襟の形がそれに似てる。それいいね、うん、これクソかっこいい。いや、俺これ買うかもしんない。 いくらすんの。マジかっこいい。19%。ああ。ちょっとすんで。ちょっとでもこれはね、出したいな、うん、僕こういう服は初めて着ました。けどなんか着てそうですけどね、うん、そこにストーンアイランドのパチあったらもうストーンアイランド、うん、本当だ。ストーンアイランドのパチだけ20万ぐらい買ってつけるなって全然目当てのものじゃないけどね。うん、でもかっこいい。俺これ第一候補。はい。おお、これやばくない。もう脱ぎたくないもんなんでこっち向けるんですか。まあ、まだわかんないけどね、うん、とりあえずいろいろ見て。まだいろいろあるから。コーディロイとかありました。ここら辺どうですか。結構細いんじゃないだろう。ああ、ちょっと細いかもしんない。ちょっと太めのやつが欲しいんだよね、うん、ダック地のオーバーオール。わ、ちょっとさ、え、そういうの好きなの。いや、あんま好きじゃない。あ、好きじゃないけど、なんかあれですよね、カーハートってこのオーバーオールからスタートするよ、ね、最初。そうなの。誰でも似合うと思うよ。これさっきの、うん、レザージャケットに合わせたらセットアップでいくの。セットアップでいっちゃうタイプのレザー。バーバリーのトレンチコートどうすか。なんかバーバリーのトレンチコートもいろいろあって、なんか生地が1枚じゃないやつとかだとめっちゃ高かったですね、裏地がない。一回こういうの着てみたいんで着てみます。はい、お願いします。お、でもね、お前ビジネス感出ちゃうよ。
まあそれはある、ね、髪型的に、うん、なにこれバーバリー、バーバリー、あーなんか違うっすねこれ。これトレンチコート似合うかちょっと着てみていい？似合いそう。でもたらえ似合いそうか、うん、えこれ似合ったらもう俺ドヤ顔するわ。似合う、いや似合ってるよ、本当。結構いますよこういう人、うん、いる、うん、こんなやつやだよこんな僕。それでめっちゃとんがった靴履いてる。あーあーちなみにニュージーンズのアンバサダーはダニエルですね。あスタジャンとかいいっすね。これ一回着てみていいですか？いいよスタジャン欲しいんですよね。違う、結構古いやつだね。それが、あそうなんですね、うん、どうやってわかるんですか？タグが明らかに古い、670ぐらいの。これ志賀くんの雷タイプっぽいです。ほんとだ、イエロー入ってるしね。あ、やっぱ今の服装とちゃんとあるよ、ね、あ、いいじゃん。なんかスタジャンだけどすっきりしてるね、形が。ほんとだ、うん、このバーズアイトが気になるあ、チロリアンのニット。白ペインターとかもかっけえの欲しいな。うわこの汚れた感じやばい。ペンキ塗った後さ、そう、こういうの欲しいんだよね。今日ってシャーウィン・ウィリアムズ形いいな、ちょっと細いか、ね、うん、あこれも欲しいんだよ。タウンクラフトだこれ。これいいね。なんかタウンクラフトってシャツとかで言うね。カート・コバーンのさ、うん、あれスタイルなんていうか、グランジ、あそう、グランジ好きな人が着てる。あいい、おお、どう、やっぱ髪の毛ちょっと派手だと似合いますね。似合うよね。どうなんですか？8800。え、嘘、パバンドだまあなんかそんなにポピュラーじゃないけど、うん、結構昔からあるボディーブランドで、うん、スラックス出てきたりとか、うん、まあたまにある、マジで。ここら辺は何ですか？これはなんかバリウスニット。ニット着ていいですか？どうぞ。やっぱ派手な色欲しいですよね。一瞬スパイダーマン見えたな意外といますよね。赤似合うじゃん。赤似合うじゃん。どういうあれなんですかこれは。なんすかブランドなんすか。フィッシャーマンニットです。それはでもそんななんかノーブランド的な、でもフィッシャーマンだよね。でも似合ってる。だからニットだから、うん、さあその柔らかい印象で似合ってるじゃん。あとデニムなし、うんうん、この色味がいいですよね、うん、こっち着てみていいですか、この赤。こっちのでももうこれ結構派手だよ。でそっちも一回着てみます。着ないべ。でもあんまりそういう民族柄、手編みだよね多分これ。僕こっちの方が好きなんですよ。どうですか？あ確かに似合うわ。いやさっきのよりはこっちの方が好きだね、うん、いい着れるシーズン少ない。そうそう、まあ春先ぐらいで、うん、他のやつどれ似合うと思います？ニットってここ以外にもあっちにも、あのアクリルぐらい。アクリルか、うん、そうシーズン的にこっちのとこってここか。でも柄ニットなんか前買ってたよね、うん、ビーンあるよ、90。これいいっすか？うん、これさっきと色一緒っすか？色のね、そっちの渋みが気になってんだ。うわ、かわいい。ちバーバリーみたいっすね。ちょうだバーバリーみたいな。うん、間違いない。ニットが欲しいんだ。なんかニットめっちゃ見てる。いや、持ってないっすからね、あんまり持ってない。スウェットばっか着てしまう。ニット確かに後回しになっちゃうよね。あ、いいじゃん。コットンニットってやっぱいいよね。あ、これいいっすね。わざとこの白 T 見せる感じとかね。さっきよりちょっと、うん、落ち着きましたよね。これ俺好き、一番これが好きっす今のところ、うん、季節感あっていいと思うんですよ、うん、今第一候補これに変わりました。お、あら、ちょっと他も見ていきますか。あとニットだと奥にちょっとカシミヤ。カシミヤ、カシミヤ、カシミヤ高いで有名ですよね。そうだね。何がすごいんですか、うん、何がすごいんですか。あれはね、少ないんだよ、取れる量が。へ、なんかしました。ちょっと取られた。ちゃんと言ってくれ。ボケにすら消化してくれなかった。ただただ汚い。超いいよ。え、太めのデニムとかありますか？太めのデニムだと、今入ってるシルバータイプ。これも一応シルバータイプブラック。ちょっと竹詰まってるんだけど。ほんとだ、先染めブラックシルバー。なんかいいっすね、色が。めっちゃかっけえじゃん、それ、うん、ちょっとボロいから休みにつけてるし。なかなかないよ、そういうのしで詰めてるからこそだよ。え、これいいね、この色。うん、ウエストどんくらいですか？結構でかいね、うん、だね。あ、36だ。あ、意外とちっちゃい。リングス32。え、これ
もうあれなんですか、直してるんですか。30ぐらい30とか履いてみたら、一回履いてみていいですか。こうです。こっちの白は多分今持ってるやつと結構色似てるから。あ、似ちゃってんだ、うん、ちょっとねやめた方がいいかもね、これ。パタゴニア、あ、そこね、フリース可愛いですよね、安定に。なんか赤気に入ってるね。赤僕好きです。赤好きなんだ。なんか着てるイメージなかったわ。似合いますね。そう、非常に似合いますね。けどさっきのニットの方が僕は好きだ。本当？え、でもスナップ T シャツ。しかもこれなんかポケットついてる、珍しい。水準もうちょっと新しい。これ普通にかっこいい。スナップ T はあれですね。フリースの最初のやつ。そうなんだ。フリースの最初のやつ。はい、ここでトモヤの音のお時間です。このトモヤの音の時間では動画で出てきた服の知識をより体系的に分かりやすくまとめていこうというのを動画の合間に入れるコーナーです。で、まぁ、今回のテーマなんですけど、スナップティー解説やっていきたいと思います。まあ、スナップティーはね、レトロ X やダスパーカーみたいにパタゴニアのね代表作なんで紹介していきたいと思います。はい。で、まぁ、スナップティー何がすごいかっていうと、もうフリースの元祖なんですよね。まあ、フリースといったらね、ポーラーテックを思い浮かべる人が多いと思うんですけど、フリースはね、このポーラーテック社と共同で初めてね、開発したものになります。はい。で、まあ、フリースね、どうやってできたかっていうと、まあ、やっぱ山登るにおいて、開発する前の当時は、まあ、コットンとかウールとか、水を吸いやすい服でもう山登りとかしてたんですよ。でも、汗をかいてしまうっていう課題があったんで、それを解決すべく、吸水性のない、乾きやすい、保温性のあるフリースっていうものをポーラーテック社と作ったんですよね。はい。で、まあ、そのフリースっていうのは、もうめちゃくちゃ機能性あるから、まあ、前回の動画で紹介した軍物とかでもよく使われてましたりしますっていう。はい。ここで、ともやの音は以上です。で、続きはこちらのお店で購入品発表なんですけど、果たしてどれを買うのか。続きをどうぞ。じゃあ、大丈夫ですか？俺はもう決まっておるよ。もう。じゃあ僕決めましたよ。はい。コン買います。お、これ買います。わわ、これだ。やっぱ LLB の服持ってなかったんで。似合ってたよ、ちょっと初めての LLB ってことっていうのと、赤のニット欲しかったんですよ。はい。あの韓国ドラマでこれ着てかっこよかったんで。そういうことか。そう、最近1日の半分ぐらい韓ドラ見てます。ほんと、おすすめは、おすすめは愛の不時着。いや、やばいよ。おもろいんだ。え、似てないんすか。俺カンドラね、見ないよ。カンドラ見ないとか言う。そういうやつ一番終わってます。パラサイトしか見たことない。映画やし、ね、映画らしい。なんだっけ、イカゲーム、うん、けどイカゲームは面白くない。面白くない。韓国ドラマでは、ね、恋愛系の方がいい。そうね、愛の不時着イテオンクラスは10回くらい見た。はい、これかけてです。ありがとうございます。違う、じゃあ僕はさっき着たやつ、これを、もうこれマジで話したくないです。で、これ買います。ありがとうございます。いただきました。どうす、ありがとうございます。お願いします。着ていきます。こういう着やすい系が結局着ますよね。あいつ後ろでずーっと騒いでんか。あいつうるせえな。よし、じゃあいきますか。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また行きます。またお願いします。また普通に行きますね。また普通にお願いします。はい、お疲れ様。普通に。ありがとうございます。ありがとうございました。買いましたよ。二人とも着てんの、なんか、いつもさ、俺だけ買うペース違うよな。俺も早く。見つけたいな。よし、いいっすね。私学も買って僕も買いました。俺は買ってない。え、俺は買ってない。次どこ行きます？もうご飯食ってもいいっすけど、ご飯食いたい。コンビニとかで正直。ああ、じゃあコンビニ行きますか。とりあえずファミマ行き服で、だから安く座ってたよね。確かにね。車売ればいいじゃん。あ、それいいっすね。まだ7年ローン残ってる。飯帰ってますね。じゃあ休憩しますか。はい。でもやっぱ吸いたくなっちゃうね。僕一回も吸ったことないですよ。そうなの、ほんと人加えもないの。友達から吸えよって言われてないんだ。吸わないという固い意志がありますから。いや、吸わない方がいいよね。でもこういう人ほど吸いますから。何歳から吸ってるんですか。20歳。ほんとだよ。ほんとほんと。何買いました。コロッケとアメリカンドッグ。僕今回こちら購入ということで。なるほど。これが還元企画で。これ還元企画でいいんですか。次はトンちゃん通りっていうところに行きたいと思います。どうですか、トンちゃん通りって。あっち何があるんですか。古着屋。そりゃそうやろ。飯。はい、マップを解説すると現在地がここで、3店舗目にね、ワッツアップ行きました。で、その次にトンちゃん通りっていうところに向かっているんですけども、こちらではベルベル人とキンセラっていうお店に訪れます。
あと前動画で訪れたカウンターとかもここにあります。はい、次も行きますか。あ、こっちにもベルベル人あるんですね。ベルベル人ってどういう道ですか。アメリカ買い付けの古着屋と、もうなんかデニムに価値をつけた人がねいる店ですよ。それこそあの2号とかめっちゃ行くみたいな。すごいです。そうなんです。ズルズルというわけでベルベル人入っていきたいと思います。はい、というわけでこちらキンセラというお店で撮影許可もらいました。ありがとうございます。お、いいね、それ。これ何のやつですか。ナイキの。ナイキの、そんな古くないんだけど、2000年初期。これ何すか素材。ナイロン。ジャージっぽいポリエステル。しかもそう、ちょっと長くね。じゃあ待って、リバースリー。本当に頼むから、本当に待って、俺は着させていく。ある、ある。一回着るだけ着てみれば。そうだね。本当に頼む。あ、これってちょっと待って、この時点でやばいわ。かっこいいよ。え、あ、いいっすね。これドローコードついてるんですか。ドローコードついてる。へえ、いい。ポケットがなんか、え、待って、僕も着てみていいっすか。あ、いいよいいよ。一応いい、全然いい。このさ、光沢めっちゃいい。これかっこいい。やばいね、これ。え、誰でも似合うくね、これ。あ、これ。え、これやばいよね。これ買っていいですか。やばい、ふざけた。ちょっとライバル増えたよ。待って、これいい展開だよ、動画的にも。これこんなことないよ、3人ともいいっていうの。うわ、いいっすね。なんかポケットがやばくない。この素材であんまフードっぽいのないっすね。フードはなしなの。すげえな、これ。だりって、お前らだるいって。それ俺のセリフな。結構菅さんも似合ってました。いや、菅マジで似合ってたよ。え、お前似合うね。俺似合うっす。これかっこいいね。うん。え、それかっこいいんだけど。これやばいね。じゃあじゃんけんするか。ちなみにいくらっすか。これ13,000円。おお。買いじゃん。買いっすね。え、待って待って、本当にじゃんけんで決めるの。それしかないでしょ、だって譲れないでしょ、誰も。けど、菅さん買ってないってのもあるけど。俺買ってない。だから俺今結構買いたいよ。じゃんけんしよう。じゃあね、普通にじゃんけんしよう。いいっすか、普通に。じゃんけん買った人一発で。行くよ。最初のグー、じゃんけんぽい。おぉ。いいアイコンの仕方ですね。やらせだと思う。やらせじゃないの。最初のグー、じゃんけんぽい。おぉ。やばい、いいね、これ。これいいよ。本当に欲しいよ。何が欲しい。せーの、最初のグー、じゃんけんぽい。うわ。意志の強さが現れるね、じゃんけんに。よせーの、最初のグー、ジャケっぽい。おい、今ちょっと違う違う、なんかいなくなかっただけ。せーの、最初のグー、ジャケっぽい。うわ、マジか、本当に無理。本当に明日だけ。ちょうどよかった。本当にこっちに移動して。本当にレンタル料取っていい。ナイキのレンタル料取っていいから明日だけ出してました。転売すればナイキのソフトシール買います。あざす。ちがくん、25,000円でいい。買うんかい。ダメダメ。いや、俺これ買ってくるっす。本当にやばい。うわ、すいません。はい、これじゃあね、はい、ちょっとまだ見てみます。じゃあ、こっちも入れてきますね。あ、ありがとうございます。めっちゃ悔しい、これ。ほんまにこんなに欲しいな、しがくんにいいっす。でも、それはそれほんまにうざいわ。いや、でもなんかほんまにいいっす。なんか熱がすごいから。やばい。いいっすよ。逆に申し訳なくなってやった。こいつこういう性格知るから損すね。損ではないよ、これ。得する人と損する人。いや、でもこれで楽しいな。全然いい。ここら辺も全部ないから。お、フードの。お、どう？これフードなしなんだ。え、これ着てみる？着ていいっすか？いいよ。え、シンプル。いいっすね、これ。いいんじゃない？ちょっと大きいんだ。やばいね、でかいわ。うん、あれ完璧だったね。あれやばい。さっきのやつが欲しくなりますね。あげないけどね。そうそう。でもあれマジやばい。ポケットの形で A2 だし、クモついてるし。お前の方が詳しいのに。ありがとう。俺優しいから。俺お前みたいに弱くないから。弱くないから。弱くないから買ってあげる。違うよ、人に譲るのも強さだよ。人に譲るのも強さだよ。僕譲ったんで。ありがとうございます。で、今行った店が？キンセラ、キンセラっていう店で志賀くんが購入しました。結構何でもありましたね。うん、はい、こうで紹介しようもん。じゃあこれもじゃんけんでします。
ああそうだね。じゃあみんなしたいでしょ。いいよ譲るよ。みんなダメしたい。もうかわいそうになっちゃった譲る人譲るのが生きがいの男ここで紹介やりましょう。じゃあもう菅さんからでいいですよ。撮れ高ないんで菅さん撮れ高ないんで撮影者が撮れ高作ったろ俺髪の毛から髪の毛はこれは原宿で切ってます。あそう、はい、パーマかけてます。はい。でアウト。これはエディバのプロタグス、エディバーはちょっとタグ見せてください。おお古い、ね、何年代なんですか。俺は多分80の終わりから90前半ぐらい、黒タグ2種類あるとこれもエディバの黒タグス合わせてきたんですね。なんかたまたまそれもエディバなんだ。そうっす。これなんすかこの柄は。これなんか魚なんですけど、うん、エディバってちゃんと書いてあるんです。ほんとだ。そう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 、いいね。エディバでいいっすね色味が。でパンツはなんかトライバルカモアサットカモの謎のパンツなんですけど、ちゃんとアメリカ製。アサットカモって何ですか。アサットっていう会社がこの柄を、うん、あのカモ柄をアメリカ軍に提案したんだけど、うん、派手すぎるからってアメリカ軍は拒否したの、90年代当時。だからこれは軍物じゃないんだけど、うん、BDU のトラウザーっぽい感じに作ってあって、うん、だからこれ今見せないけど内タグもが軍物っぽいタグになってて、ちゃんとアメリカ製ってちょっとミルスペックみたいな。そうそうそう。靴はオールデンっていう。オールデンなんだ。あ、そうです。いいの入ってるね。何すかオールデンって。オールデンはアメリカの結構昔からある革靴のブランドで、うん、コードバンっていう馬のお尻の革使ってるローファーとかが有名なんだけど、これはオールデンのケープコットシリーズっていうカジュアルライン、リゾートラインのやつだから、はい、牛革使ってる安いやつ。これタッセルローファー。この形が。うん。こんなタッセルっていうからこれ。いいですね。これ今日の僕です。ちょっと待って。はい、マップを解説すると現在地がここで、今から向かうのがもうちょっと北に行ってこの2つの店舗に訪れたいと思います。どこ行くんですか今から。あのパッドマーケットっていうお店行きます。どういう店なんですか。もうあのラフシモンズとかしか、ヒドプロッキーとかも、でなんかその、パッドマーケットがやってる、定期的にやってるイベントとかがあって、うん、店員さんとかも DJ やってたり、でもとにかくイケイケの、どこだっけな、めっちゃ分かりにくいとこあんだよ。近いけどめっちゃ近いでしょ。本当にこんなところに。誰も気づかんくない。あ、これあ、ここここなんか見たことあるわ。パッドマーケット、うん。はい、というわけで今パッドマーケットっていうお店に行ってきました。ヒステリックグラマーとかそういうやつが多かったです。ここなんだ、行ってもいいよ。うはい、続いて向かっていく場所なんですけども、通りをまたいでこちらのお店に向かっております。今から行くお店は、まあプロップスストアっていう、うん、あっちに新品の方お店もあるんだけど、うん、今から行くのは古着専門の方の2店舗目の方で、アメリカ買い付けだったと思ったし、アメリカ買い付けなんだ。ここで紹介しましょう誰かの。あ、誰どうする。じゃあ友也行こう。逆にね、さっき俺やったし。どういうやつ。分からんじゃあ志賀君どうぞ。あ、やばいやばい。そういう魂胆やったか。そういう魂胆。こっちまで盗んだし。こいつ。さあ、お願いします。どうぞ。黄色の赤の差し色で、違う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 。こっちだから。よろしくお願いします。ああ、そういう感じね。中がこの初期のレーシングエイプですね。これマジかっこいいっす。これかっこいいですか。かっこいい。これはね、昔どこで買ったっけ。どっかのフリーガスに買ったかな。あー、パンツが。アウターはこれコアファイターっていうブランドですね。あのドラゴンアッシュとか知ってますか。ドラゴンアッシュケンケンのベースやつ。そうですそうです、はい、ドラゴンアッシュの人がよく着てなんか流行ったブランド、ファーがついてて後ろ見てください。あっち向いてください。こっち。おお。形は何ですかこれは。これは N2B だ。 N2B らしいです。間違ったらごめんなさい。すごいワッペンついてて可愛いです。
丈感がちょうどいいっすよね。そうなんですよ、記憶に合ってます、うん、で、最近はちょっと腰パンがちょっと僕の気分なので、リーバイス569、はい、須賀君に教えてもらった569に、まあ、ちょっと Y2K 意識して、うん、この太めの白いやつ履いて、うん、ティンバーランド、おーって感じでやらせてもらってますね。あーやめてー、もう走ってもないですね。すげえ興奮してる。戻ってこないですか。プロップスストアですね。はい、はい、プロップスストアっていうところに、ね、まあ、行きたいと思います。うん、ここです。じゃあ行きますか。プロップスストア、プロップスストアというお店に入っていきたいと思います。プロップストア行ってきました。どうです、感想としては。もともとダメドンで働いてた人が始めた古着屋なんですよ。へぇ、うん、そうなんだ。だから系統はダメドンに似てるんで。おぉリッキーズとかありましたもんね。リバイスのね、かっこいいのあったんですけど、うん、またちょっとサイズ感でうーんと悩んでしまったので、うん、いやこれめっちゃ良かったっすよね、やっぱこれマジで感じなんだな。セカスト行く？うん、あのナイキ、今からナイキの原稿行って、そっからセカスト行って、そしたらセカストから行った方がいいと。あ、じゃあ行きますか。そうそうそう、あの遊歩道、はい、ここで紹介する。あ、そうっすね、ここで紹介します。はい、今日の講座はこんな感じですね。はい、結構個人的には好きですね。はい、どうっすか。これあれ前回買ったやつ？あ、そうっす。いいね、やっぱ。やっぱこの色味めちゃくちゃ好きっすね。いいレザーだね。いいレザー着てます、うん。柔らかいね。え、さっきのニット？これさっきのニット着てます。着てるんだ。LLB のやつです。え、色の相性やっぱいいよね。この感じの色合いは、やっぱ韓国ドラマでよく出てくる人の真似です。へぇ、こういう人がいるんだ。はい。で、こっちがリーバイスのシルバータップ。はい、なんかさ、ちょっとさ、黄ばんでるっていうかさ、あんまないようだよね。そう、なんかめちゃくちゃ色落ちしました。へぇ、うん、コーヒー染めみたいになって。そう、スキボーでめっちゃ使ってたから、あれ増えてる、でも触れてたりするんですよ。へぇ、そういうのいいのがいいよね、スタイルだよ。だから、それで毎回選択肢するから色落ちめっちゃしました。なるほどね。で、ちょっと臭いです、スキボーで使ったら。最悪って言うよね。で、これがナイキのダンクですね。カレー？カレーです。だから癖。本当にカレーっていう色の。あ、そうそう。かわいいね。ネーミングセンス。この合わせがいいかなと。バッグがこれです。何なんですか？ゴールドポーチです。ああ、ポーチなんだ。いいじゃん。なんかいつものともやと違うね。ちょっとストリートっていうよりはちょっと韓国っぽい感じ。はい。韓国っぽいって言ってもなんかあれですけど。モノルンメロ。セレンゴヤドセレンガ。はい、で今から向かっていく場所なんですけども、こちら裏原の方に降りて、まあ、キャットストリートあたりを下って、まあ、セカストベルベルジンとかに、まあ、行こうかなって感じです。あ、セカスト行きましょう。あそこ、あそこのセカストなんかたくさんありますよね。そう、大きいね、ここ。下から見て、あ、一番上の声がストリートブランド、うん、こっちがヴィンテージとか、そうらしいです。セカスト、ここのセカスト一番有名なセカストじゃないですか。そうなの、僕の中ではですけど。でかいよね。違うんですか。いや俺もそう思う。でも僕は結構品揃えいいもん。渋谷ちっちゃいんだよね。うん、ちっちゃい。じゃあ入っていこう。じゃあ入ってきますか、はい、下の古着ゾーンから。ベルベル行くじゃん。行きますか。ベルベルはい、というわけでセカスト行ってきました。まあ、この動画は、まあ、いろんな店を紹介するみたいな感じですね、メインは。うい、まあ、中ざっくり入っていくっていうよりは、うん、だから、まあ、おすすめの店3つってなったら何ですか、菅さん。これ原宿、まあ、ダメージドンセカンド、うん、カウンター、ファミマ。ファミマ、ちょっと真面目に答えてよ。まあでもそのこれから古着見ていきたいとか着ていきたいって人は絶対に、まあ、まずベルベルは。ああまあね、一番有名ですか、原宿で。うん、もう原宿でっていうか、うん、日本で、ベルベルは絶対行くべき。あとはもう好きなのどんどん入っていい。こうやってほらシカゴとかもあるし。あ、初心者はそういう店から、入りやすい店から入っていって有名店も行きましょうっていう。あと個人的なあれだけど、今日行ってないんだけど、うんうん、こっちの表参道側じゃなくて、うん、あの原宿竹下通りの中に山下
の店舗があって、うん、そこ結構安くて、あ、めっちゃ取り扱ってるやつですか。あの古着の倉庫で有名な会社なんですけど、 あれか、店舗もあって、これもそう山下で昔買ったんですよ。へ、そうなんですね。これ7000円とか結構安い。あら、おすすめ。あ、ナイキ着きました。ナイキの現行のやつなんですけど、見に行きますか。はい、最後にね、マップをおさらいすると、今日の歩いてきた道はこんな感じですね。はい、まあ、ちなみにステッパーヘッドとかはこっちの通りをまたいで下の方にあります。まあ、今回は行かなかったんですけど、今度こっち側も行ってみたいですね。はい、でまあ僕はね、東京の人じゃないんで、こういうねマップとかあってくれたら結構助かるなと思ったんで、今回はね作ってみました。まあ、こういうのが好評だったらね、今後もまたやっていこうかなと思うので、ぜひコメント欄に書いてください。あとチャンネル登録してください。はい、ここでお知らせがあります。インスタのサブアカウントを作りました。まあ、ここでは私物のフリマとかいろいろやろうかなって考えてます。でフォロワー5000人いったらプレゼント企画をやります。商品としては AirPods Max を今のところ考えてます。早めにフォローしておいてください。でもう一個が古着屋の企業案件を募集します。まあ、古着屋の案件はね、僕からしたら店内でゆっくり撮れるし、たくさん買い物できるしで、まあ、視聴者としても服たくさん見れるんで、相性がめちゃくちゃいいんですよ。まあ、依頼はねインスタの DM までよろしくお願いします。まあ、この2つのお知らせに関してはソロ動画の時にね詳しく話そうかなと思います。では続きをどうぞ。はい、というわけで今ねナイキに行ってきました。でこんな感じが原宿ですけど、どうですか今日の感想としては。まあそれなりに楽しかったよね。もうバタさえ。なんか今日ナイキがかっこよくなかった。ああそうっすね、ナイキよかったっすね。原宿でやっぱナイキかっこよかったっす。やっぱあのニュージーンズがアンバサダーしてから一気にかっこよくなりました。そうなの。そういや確かにね、うん、ナイキだけじゃなくて、なんかその2000年初期のブランドがねかっこいいなみたいなあって、オークリとかってこと。ああそうだね。はい、というわけでちょっと原宿でね買った商品あるんで、最後に紹介して終わりたいと思います。この動画は、これ僕が買ったやつはこの LL ビーンのやつですね。 LL ビーン、ちょっとタグの説明してください。これ90年代ですね。どうですか、古いっすか。まあなんかグッドレギュラー枠の中ではね一番調子いい年代で、2000年超えちゃうとやっぱりちょっとタグ見てあんまり上がんないから。ああなるほど。まあここら辺からまあ、上がるタグだね。上がるタグ、うん、なるほど。で結構色味がいいっていうのと、そうコットンだから結構着やすい感じで、そうだね、ウールのチクチク感がないんで、うん、結構万能で着やすいかなっていうのと、うん、まあ、韓国ドラマで出てきそうな感じ。志賀くんは何結構無視するよね。これはそう、これですね。これ J クルーなんですよね。 J クルー、巨人タグ。いや、わかんないです。なんですか。J クルーの、この真ん中にでっけえ人がいるじゃん。うん、これ巨人タグ。巨人タグってやつです。90年代、90年代です、はい、巨人タグです。ここの首元まで隠れて可愛い、はい、で、このコットン地、はい、ここに惹かれました。はい、で、その後でももっと惹かれたやつがあって、着てみますか、最後の。はい、オレンジタグ。何年代だ。2000年初期っす。初期なんだって。うわ、このさ、ここからも好きなの。このリバースビームみたいな、そう、リバースビームみたいな、リブ長い感じね。長さかっこいいよ。 ありがとう。うん、っていう感じで、まあ、今回の動画はねこの辺で終わっていきたいと思います。で、今日はですね下北沢にまた行くんですけど、それはまた別の動画で一緒に行きたいと思いますんで、はいはい、まあこれ3月 YouTube 気合い入れてるんで、はい、まあ、その動画でも爆買いしたいと思います。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。テレ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 。